さあ、始まりました。本日もエクサレビリップルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、8月22日午前6時42分、YouTube 録画しております。まずニューヨーク市場ですね、こちらを振り返った後ですね、それから仮想通貨、ビットコイン、イーサリアムをしっかり見ていきます。その後 XRP ですね、こちらを MACD などを使って、確認していきますので、最後までご視聴いただければと思っております。ニューヨーク市場がですね、大きく下がってしまって、日経平均がこれから開くんですけども、ちょっと心配な動きかなというところですよね。ニューヨークダウがまず292ドル安、それからナスダックが260ポイント安と、それぞれ大幅に下落になってしまいました。S&P も下落ということで、1.29% 下がってしまっております。日経先物がマイナス185ということで、まあ、寄り付きちょっと安く始まるものが多いかなというところかなと思っております。オイルが 90.44 ということで、ちょっと高止まりしているような状況ですね。金先物もこじっかりというところです。それから、ビックス指数ですね。恐れを表すような指標なんですけども、この青いマークのところですね。これが 20.60 まで上がってきているので、ちょっとここの上昇がね、少しボラタルな相場展開というかね、荒れるような相場になる可能性がちょっと高まってきてしまうということなので、まあこの上昇はちょっと良くないんじゃないかなと個人的には捉えております。それではビットコイン、イーサリアムですね。こちらの動きも見ていきたいと思うんですけど、こちらは少し値段の方は回復基調かなというところでありまして、ビットコイン294万9000円まで戻してきてます。290万円ぐらいで推移した場面もあったんですけども、まあ朝に向かってきて、どんどん値段は回復300万の方に向かってきてという、ちょっと逆のシナリオをね、描いてたので、これは良かったんじゃないかなと思っております。イーサリアム同様ですね、22万2000円ということで、こちらもですね、回復基調が出てきていまして、まあ、ちょっと午前9時に向かって、日経平均のね、オープンに向かって、今はいい状況かなというところなんで、これもちょっと意外な展開でしたね。逆に下がってくるのかなと思っていたので、これは良かったなと。非常に胸をほとんど下ろしているわけなんですけども、XRP はじゃあどんな動きなのかですね、皆様と一緒にしっかり見ていきたいと思います。こちらが本日の XRP なんですけども、40.73 ということで、こちらも少し値段の方がね、回復してきてるなという印象はあります。45円台ぐらいで動いていたんですけども、ちょっと値段の方がですね、だいぶ回復してきて、昨日の大体午前中が 46.8 円ぐらいですから、まあそこから見てもね、少し戻してきてるのかなという感じで、47.72 まで上がっていきましたので、まあそこから少し調整してるかなという感じなんで、まあ大体 46.8 円ぐらいとか、47円台っていうのがちょっと硬くなってきたのかなっていうところはありますし、まあちょっとですね、非常に良かったなという感じでシンプルに思っております。マクリも上抜けしているような状況なんで、まあ、ちょっと微妙にまたクロスしそうな感じなんですが、まあ、ちょっとこの辺はね、まあ、上昇局面になぜかなるかな、なぜかっていう感じがちょっとしちゃうんですけども、まあ良かったなというところで、まあ、あれさえちょっと高いので気をつけてもらいたいなと思うんですけども、まあ、チャート的にいい形が悪くないんですよね。非常に上に目立って、動きが出てきてまして、50円台ぐらいになりたそうなチャートになってきたのかなという感じはあるので、ちょっとですね、仮想通貨に資金がまた戻ってきたのかなという感じで、これは意外な感じでしたね。ちょっと逃げていくかなと一瞬ね、今週は安くなるのかなと思っていたので、まあ非常に好調なスタートが切れそうだということで、いい意味で期待を裏切ってくれたなと思っています。ビットコインも300万、それからイーサも25万とかにね、ちょっと戻れればですね、こちらも50円ぐらいには戻ってるんじゃないかなというところもありますので、まあちょっと今後のリップルに期待かなというところですね。まあちょっとまあ値段の方はゆっくり上がっていくと思いますので、まあみんなが上がってくればですね、ビットコインとか上がってくればですけども、まあ上がってこれるんじゃないかなと、まあ50円とか100円になる力はね、もともとはあるので、まあそれが、本領が発揮できるかできないかっていうだけなんですよね、結局は。それが今試されていて、今は本領発揮がなかなかできてないという感じだとは思いますので、まあこのぐらいの値段で今動いているというところなので、逆に言うとね、広い意味で言うと買い場なのかもしれませんけども、まあちょっと SEC の問題があるので、まあ私はまだ慌てて買う必要はないかなと、もう少し様子を見て、完全に下げ止まったところでね、十分買っていけば間に合うんじゃないかなと思っているので、慌てる必要はないのかなというふうには思っております。はい、最後に値段の戦略構築をしていきたいと思うんですが、直近ですね、46.8 円ぐらいで止まってくれそうだなというところもありますし、今46円台
がまあ下値の目処かなというところで、上が48円で下が46円ぐらいで動いていくんじゃないかなというのが、まあ今日のリップルの感想ですね。まあ若干上に行きそうに強いな感じなんで、まあこれは良かったなと思っております。はい、ということで今回はリップルのチャート分析はいかがだったでしょうか。今ちょっと朝起きてね、すぐやってみたんですけども、まあ、形は悪くなかったなと、意外な感じで良かったなと思うんですけども、48円の方に一旦向いているような感じであります。47.7 もちょっとレジスタンスとして捉えられているかもしれませんので、まあ、ちょっとそこまでね、上がっていけるかどうかわからないんですけども、このぐらいの水準でなんとか今日は値段をキープしてくれれば十分かなと思っております。はい、ということで今回はリップルのチャート分析最後までご覧になっていただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方、ぜひこの機会にしていただいて、見逃さないように一つしていただければなと思っております。今回はリップルチャート分析最後までご覧になっていただきありがとうございました。